こんな日が来るなんて思ってもいなかったな。夢じゃねえよな。 マブラブオルタネイティブということで、いや、ついにね、マブラブオルタネイティブという作品がね、放送開始したかなと思うんですけれども、まあ言ってもね、もうすでに2話まで放送されたんですけれどもね、まあ今回の動画では、ニ、まあ2話まで見たね、個人的な感想とかいろいろ話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。1話ね、放送された後に、まあ、感想を言おうかなとも思ったんですけれども、あえてやめておきました。はい。今回ね、1話とには話,話していきたいと。まず、 マブラブという作品なんですけれどもね。マブラブの名を冠するアニメっていうのは、今まで2作品放送されてきました。それは、 トータルイクリプスという作品とシバルツェスマーケンという作品。この二つっていうのがテレビアニメとして今まで放送されてきたマブラブの名を冠するアニメだったんですね。まあこれっていうのは両方ともマブラブオルタネイティブの外伝作品なんですよね。今まで外伝は2たもアニメ化されてきたけれども、なぜ本編がアニメ化されていないのか、アニメ本編は無理なのかと常々思っていたんですけれども、それがね、ついに ついにテレビ放送される日が来るなんてね、もう夢にも思っていなかった。しかし、今現実としてテレビアニメが放送されているという現実を受け止めた時に、僕はね、もうそれだけでもう感動しているんですけれども、まあ、そんなところからね、実際アニメが放送されて、第1話、佐渡ヶ島陥落もう最高の一言ですね。 はい、まず佐渡島陥落っていうのはゲームでも描かれたことないオリジナルのエピソードになってくるんですよね。ベータっていう地球外生命体が 地球に侵略してきて、地球でのね、このベータとの戦いっていうのを描いたのが、マブラボルタネイティブっていう作品になってくるんですよね。まあ、そんなベータっていうのは、そのね、圧倒的な力で、瞬く間にね、地球を侵略していったんですね。そうして日本にもその魔の手が伸びていったと。そんな中で、佐渡ヶ島という存在はですね、このマブラボルタネイティブにおいて、ものすごく重要なところになってくるんですよね。まあ、ネタバレになるので言わないんですけれども、まあ、佐渡ヶ島陥落、佐渡ヶ島防衛戦、このね、エピソードっていうのは、 一応ベータの日本侵攻の歴史としてはこの歴史の中には存在していた話なんですけれども実際に描かれていなかったその時何が起こっていたのかっていうのは全くわからなかったんですねでもそれが今回『マブラオルタネイティブ』のアニメ第1話としてオリジナルで描いてくるっていうところでもうファンとしてはね大歓喜というかもう嬉しくてもう涙が止まらないっていうところなんですけれどもねうんでこの第1話を見ながらマブラブの思い出っていうのがなんかすごい込み上げ 出てきてなんか見ながらすげえ感動しちゃったんですよね、うん。アニメ自体もすごく良かったんですけれども、なんかそれ以上になんか思い出がいろいろ蘇ってきて、この戦術機の戦いとかベータのねこの恐怖感とかを見ていく中で、それがもうすごく。 嬉しくてね、なんかここに残った第一話でね、もうめちゃくちゃいい一話だったんですよね。じゃあ新規勢としてこの一話見たらどうなのかっていうところで、新規勢としてもめちゃくちゃいい一話来たなっていうところだと思っております。はい。制作人の方もものすごく新規入れたいんだなっていうのが伝わってくるぐらいの一話に感じましたね。あえてこの佐渡島防衛戦っていうのを描くことによって、このベータと人類の力関係っていうのをすごくわかりやすく見せてくれたっていうところもあって、なおかつベータの恐怖感とかね、このベータに対する人類の無力さっていうのを見せ 出てきましたベータの進行っていうのはものすごくて戦術機がねこの何機かかってもベータの進行は止められなくて無慈悲に殺されていくんですよね人類は逃げるしかないその恐怖感絶望感っていうのがものすごく詰まっていたかなと思いましたね、はい、そんな中でも人類は折れない心この心のね炎っていうのを絶やすことなく灯し続けてそれをね後の人類の反逆へと繋げるために脈々と受け継いでいくこれがねすごく伝わってくるめちゃくちゃいい1話でねもう全体のねこのマブラブ世界っていうのがまあ、ざっくりとです けれどもすごくわかりやすく描かれていたのでこれはすごくいいかなとでしかもですねこの作品におけるメインである戦術機とベータの戦いっていうのがすごくそこにフォーカスされていたんですよねこの戦術機の起動も見ただけで触れが止まらなかったんですけれどもめっちゃかっこよかったですよねもうねこんこんなの見せられちゃうもう拍手喝采ですよっていうところだったんですけれどもねいや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  ここまで来たかと、マブラブも嬉しいなと、嬉しい嬉しいと思っていたんですよね。はい。そういうのが、まあ、第1話でございました。で、第2話に至ると。 じゃあ、アニメ第1話はニオりでした。じゃあ第2話はっていうところで、この第2話からが、マブラブオルタネイティブのスタートっていうところでね、まあ実質1話になってくるんですよね。はい、というところで、じゃあどうなってくるのかっていうところだったんですけれども、で、まず率直な感想なんですけれども、あの、タケルちゃんとか、もう、メイヤとか、みんながね、このアニメとして動いてる姿を見られて、もう原、原作をやっていた身からすると、 たたただただありがとうとう言いたいねもう第2話というかね武井ちゃんの物語になっていたんですけれども真面目な話すると。 厳しいなぁと思っちゃいましたね。ま、ニアを見た方ならね、もう感じているかなと思うんですけれども、マブラブ・オルタネイティブっていう作品は、全身として、マブラブ・エクストラ、そしてマブラブ・アンリミテッドっていう物語があるんですね。それを経て、マブラブ・オルタネイティブに至るっていうことで、まあ、簡単に言うと、これループ作品なんですよね。 タケルちゃんっていう主人公が平和なね、学園ラブコメの世界にいたんですけれども、ある日突然平行世界に行ってしまって、その世界ではベータっていう謎のね、地球外生命体が地球を侵略していて、 世界っていうのは、そのベータとの戦いを強いられていたっていうところの世界に飛ばされた、タケルちゃんっていうのが、いきなり、その、軍人としてね、軍に入って、そっからものすごく訓練して、一人前の英士として育っていくんですけれども、その思いは届かず、ベータの進行に人類は敗北してしまって、うんたらかんたらみたいのが、マブラブ・アンリミテッドっていう、いわゆる一周目のお話として描かれてくるんですよね。で、マブラブ・オルタネイティブ、いきなり目が覚めたタケルちゃんっていうのは、ベッドの上、自分の部屋、あれ、ここは一体何なのかと、俺はあの日、 確かに死んだはずなのに全て夢だったのか。外に出てみると、そこは荒廃した街並みが広がっていて、マブラブ・オルタネイティブの世界に来たところからもう一度始まる強くとニューゲームっていうのがマブラブ・オルタネイティブになってくるんですよね。はい。それが、ほぼほぼ原作通り描かれていたので、原作好きとしては嬉しいんですけれども、まあ、新規の方はかなり厳しいのかなと思いました。話自体は、 理解できると思います。いわゆるなループものでございますし、ループもってすごくね、あの、作品結構ありますから、もうこの作品の構造自体は理解されている方たくさんいると思いますので、あの、違和感なく受け入れられると思うんですけれども、それは問題じゃないんですよね。理解できるのが第一条件じゃなくって、感情移入できないっていうところが非常に問題なんですよね。うん。やっぱり、ループもって、一周目が一番大事じゃないですか。 いろいろ積み上げていって、それでも叶わなかった絶望感、無力さっていうのが主人公を通して視聴者側にも伝わってきて、それを胸に秘めたまま2周目で絶対に成し遂げているっていう思いっていうのが溢れ返ってくるじゃないですか。それっていうのを1周目描かないで2周目から描くってめちゃくちゃ厳しいですよね。それマジでそのままやってきちゃったんですよ。 うんと、その点においては、周りは全く、だって一周目を知らない人から見たら、周りは全員他人なんですよね。でも主人公だけは知っている。完全に乗り切れない視聴者っていうのがいるわけですよ。まあ一応、たけるちゃんがざっくりと、自分は元々、その学園的なね、そういう世界にいたんですけれども、ある日転院してきてしまってみたいな話をしていたと思うんですけれども、めちゃめちゃ、まあ、大事する話すんですよね。一応、その話っていうのもマ、まあ、ブラボルタネイティブでしっかりあるんですよ。はい、というところで、あのー、 一言言うと、原作勢としてはめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、あの、新規は完全お断りな仕様にしちゃったなっていうところで、アニメ第1話を見たときはあ、新規もがっつり取り入れたいっていう思いもあって、これから新、新生マブラブオルタっていうのが始まってくるのかっていうことで、胸を踊らせていたんですけれども、第2話は打って変わってそのままやってきたというところで、まあ、せめて、 うん、いきなりっていうか、アンリミテッドからやるべきなのかなって思っちゃいましたね。なぜ、たけるちゃんがここまで戦うのかとか、周りのキャラクターの思いとか、心の持ようが全く違いますから、も,うものすごい熱量で語られてくる作品なんですけれども、その熱量がなんか空回りしてる感じに見えちゃうんですよね、このままだと。うん、一周目がないと。っていうか今までの、今までの過程っていうか積み上げてきたものがないとね。まあ、それからニアは、基本的にキャラクターの作画は、 もう2話にしてたんですけれども、だいぶ危うさは感じてしまいました。うん、うんちょっといろいろ怖いですけれども、ただ僕は一と言言うのは、 マブラブ・オルタネイティブっていう作品が今ね、この2021年の時代においてテレビアニメとして放送されているという奇跡を喜びたい。それを嬉しく思いたいっていう気持ちでいっぱいですね。で、今回ね、マブラブという作品に初めて触れた方っていうのは、ぜひね、マブラブを見限らないでほしい。マブラブってめちゃくちゃにすごい、俺魂の傑作だと思ってる作品でございますので、ぜひとも本当に見限らないでほしい、うん。見続けてほしい。見続けても、うん、全然乗れないと思う。 持った方いましたら是非とも原作のゲームをやってもらいたいもうそれぐらい本当に素晴らしい作品だと思っておりますので以上ですもう長々と話しても仕方がないのでねまあ、そんな感じでございましたマブラブオルタネイティブアニメの第1話と第2話の感想でございました皆さんどう思いましたでしょうか是非ともコメント欄にお願いしますそれじゃまた